バナナカステラバナナカステラは表面にバナナの文字が入ったバナナ型のあん入り焼き菓子。一般には小麦粉、砂糖、鶏卵、脂等を混ぜて作ったカステラ生地をバナナ型の合わせ型に入れて焼き上げたものでしっとりとした生地の表面にバナナの浮き文字があり中にはバナナ果汁やバナナの果肉が混ぜ込まれたほんのりとバナナ風味の白あんが入っている。他に モンキーバナナをかたどった小型のものやバナナ型であってもバナナの文字のないものカスタードクリームやバナナクリームなどの入った変わり種のものもあるメーカーによって洋菓子としている場合と和菓子としている場合があり分類は明確ではないバナナまんじゅうとは類似点が多いバナナが日本に輸入され始めた明治後期から大正時代 高級品であったバナナの形状を模した歌詞として、考案されたようである。岡山市にある、福岡聖歌書は、自社のバナナカステラについて、大正6年より作り続けてきた伝統の味と、歌っており、大正時代にはすでに販売されていたようである。初見健一著の、まだある、大百科お菓子編、今でも買える昭和のロングセラー図鑑によれば、発祥の地は、大阪で、 当時は、竹の皮に乗せて売られる、高級和菓子であったという。タイ焼きのように、簡易な道具での手焼き製造が可能であったため、小規模店舗での販売も多く行われていたが、昭和30年代に入って、機械製造へと移行し、大量生産が可能になったことで、より手頃な菓子として親しまれるようになった。代償様々なメーカーによって製造されているが、敷島製、 パン、株式会社リマ、株式会社オイシス、福岡製菓所、淡島堂など、西日本のメーカーでの製造が多い。スーパーや量販店等で1本から4本程度が、袋入り、または、パック詰めで販売されており、パンコーナーに置かれている場合が多い。株式会社釣り金や本舗の明台、名大場所は、 比較的手頃な価格で販売されることの多い、バナナカステラの中では高級品であると言える。まだある。大百科お菓子編、今でも買える昭和のロングセラー図鑑初見、県一超大空出版、関 ISBN978 から4から90万3175から19から5。ありがとうございます。